はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ウイスキーです。リン。リンの、これ、宝焼酎ですね。キングウイスキーリンです。の、セレクトというね、新しい、リンですね。まあ、いわゆる、これはリニューアルですね。リニューアル発売。アルコール度数が37度、容量が 720ml で、値段が確か600円ぐらい。原材料がモルトとグレーンと、ブレンド用アルコール。貫いたのは原料や製法への凛とした姿勢です。じっくりと熟成した原酒を厳選して生まれたキングウイスキーリンセレクト。凛とした香り、まろやかな味と喉越しをお楽しみください。宝焼酎株式会社から出てる、ウイスキー。これ俺好きなんですよね。これ昔は美味しい。これは、好きなんですけど、普通に。好きなウイスキーなんですけど、ね、これは非常にコスパがいい。と思う。てか最近ね、思ってるのは、ジャパニーズウイスキーって、安い、まあ、1000円とか、その1000円以下とかのウイスキーはね、ほんとジャパニーズウイスキーはね、ハイボールによく合うなと。スコッチとかだとね、やっぱりね、なんつうかな、辛いんですよね。ハイボールにしても。でも、ジャパニーズウイスキーだと、だいぶ、まろやかで、飲みやすくて、ハイボールにはよく合うな、と思います。乾杯。なんだろう、この、昔のやつに比べると、昔のリンに比べると、明らかに、まずくなってる気がするんだけど、これ気のせい。アルコールの、味が結構ダイレクトにきます。で、なんだろう、この、へんてこな、風味というか、味というか、やっぱちょっと、まあ、なんか、へんてこな味しますね。まあ、あと、アルコールのピリピリ感が結構強い。アルコール度数37度のくせに結構アルコールのこの香りとか辛さっていうのが感じられますね。やっぱリンとかはまあ最近飲んだやつで安いやつでうまかったのはあれなんだっけサントリーのサントリーのトリスクラシックか。あれ美味しかったっす。あれは美味しかった。ハイボール用に買ってもいいぐらいのね、美味しさでしたけど。じゃあちょっとこれ、瓶は、まあ甘さもそこそこあるんだけど、やっぱりあんまり薄いですよね。全体的に。やっぱこういう安いウイスキーは、まあ、ハイボールにして飲むのが一番うまいんじゃないかと。思います。ま
わざわざこういう600円とかのウイスキーをストレートで飲む人がそんなにいないんじゃないかと。やっぱハイボールっすよ。やっぱハイボールに飲むべきっすよ。ね。ハイボールで飲んでこそこういう安いウイスキーは、ね、生きるというかね。でもストレートに飲んだらやっぱまずい。でも昔のリンの方がうまかったな。昔のリンは本当に美味しかった。本当ね、そこにある、ブラックニッカのブレンダーズスピリットなんですけど、ハイボールで飲んだんですけど、全然美味しくないです。なんていうか、スモーキーさが全部死んでしまって、全く感じられないですよ。うん。ひどい。まあやっぱハイボールで飲んで一番うめえって、1000円ぐらいの、俺がおすすめするとしたらやっぱり、あ、でもスコッチウイスキーになるのか。まあスコッチウイスキーとか、スコッチ、ジャパニーズウイスキーでもいいし、1000円ぐらいだと、なんだろう。でもなんだかんだ言ってあれなんだよな。ジョニー・ウォーカー・レッドラベルが一番ハイボールに合うと、俺思ってるんですけど。高いシングルモルトウイスキーとか、最近のだとグレンギリーとかね。あれをハイボールにするとすっげえまずかったね。グレンギリーとかものすごいまずい。なんかね、すっげえ、トゲトゲしいんですよ。ものすごくトゲトゲしくて、なんて言うんだろう、ダイレクトになんか胃がね、胃にダイレクトになんかね来るんですよ。最近ほんと酒に弱くなったのか、結構すぐ気分が悪くなったりするんですけど、ジャパニーズウイスキーとかだと結構まろやかなんで、ハイボールにしても全然、いけたりするんですよ。で、さらにちょっと甘いんですよね。ほのかな甘さがあるんで、割と、まあ、バーボンよりは甘くないんだけど、ジャパニーズウイスキーって割かし甘いじゃないですか。スコッチウイスキーは全然甘くないんだけど、それに比べてやっぱ全然甘いんで、飲みやすいっていうのは、乾杯。うん。まあ。うん。まあ。うん。焼酎だね。ほとんどね。焼酎ですね。これだったら、これ買うんだったらやっぱあれだな。でも昔のリンは美味しかったんですよ。うん。言うても。今のこのリンセレクトはまずいだけ。これ買うんだったらやっぱり、サントリートリス。トリスクラシックです。トリスクラシックだな、やっぱな。トリスクラシックはやっぱハイボール要因としてはかなりコスパ高いでしょ。600円ぐらいで買えるもんね。ああ本当に。ただトリスエクストラはまずい。トリスエクストラはまずいんだわ。本当に。トリスエクストラなぜかエクストラの方が高いんだけどまずいんだよ。
らかにね、トリスエクストラの方がまずいんですよ。なんなのこれ。でもトリスクラシックだったら 4リッターで、いくらで買えるのこれ。すげえ安いよね。ブラックニッカクリアよから安いもんね。だって。いくらで買える？ブラックニッカクリアむしろ高いんですよ。ブラックニッカクリアはね、薄い。焼酎。ほとんど焼酎ですね。うん。トリスクラシック4リッターで3400円。で、ブラックニッカクリアが3600円。200円ぐらい違う。なるほどね。クリア、トリス、じゃね、ブラックニッカクリアはハイボールにしてもまずい。薄すぎる。飲んでる気がしない。つうか、ハイボールじゃない、焼酎ですね。まあ、このリンもリンで、うん。焼酎みたいなもんだけど、ほとんど、ウイスキー感が、薄いっす。これダメだ。コクはなし。甘みは、ちょっとあるか。でもあんまないっす。香りもない。おすすめはしない。1222です。ご視聴ありがとうございました。